皆さんこんにちは。カメラ転売コンサルタントのロキです。今回はですね、ヤフオク仕入れのご紹介です。目の前にありますシグマのレンズなんですけれども、こちらですね、18-250 3.5 6.3 マクロ HSM、 これは OS 手ブレ補正付きのレンズになります。で、マウントなんですけれども、マウントはキャノンですね。はい、こういう感じですね。キャノンということになってます。こちらのレンズなんですけれども、ヤフオクで 16,000円で仕入れました。オークファン見るとですね、だいたい25,000円から30,000円ぐらいで売れてるんですけれども、まあ定額で置くとしたらですね、30,000円ぐらいで置いといても売れるかなと。状態非常にいいです。新品級って言ってもいいぐらい綺麗ですし、まあフィルターも元々ついてるんですね。フィルター付きで、さらにおまけのフィルターもついてたので、おまけ多数ということで出しておけばですね、まあすぐ売れるかなというイメージですね。こういうシグマのレンズとかですね、比較的狙い目なんですよね。ヤフオクで安く落札できる可能性があると。まあ相場にですね、結構開きがあるんですよね。まあ例えばキヤノン純正とかですね、ニコン純正のレンズっていうのは意外と見てみるとですね、相場の開きっていうのが、まあ金額が高くなればもちろん出てくるんですけれども、このぐらいの1万円台とか2万円台ぐらいのものになると、あんまり純正のものって出ないんですけど、シグマとかですね、タムロンっていうのはわりかしですね、純正のものに比べて相場に開きがあったりします。あとはですね、マウントごとにも金額が若干違うんですよね。人気のやっぱりキャノン、ニコンあたりのマウントっていうのは比較的高いですし、逆にですね、シグママウントっていうのもあるんですけれども、シグマもねカメラ出してますから、シグママウントなんかですと、ものすごく安くと、安い金額で、落ちてたりとかするんですけれども、例えばオークファンで見てですね、あ、このシグマの18-250すごく安いなということで、マウントを見ずにですね、仕入れてしまうと、実は仕入れたらシグマだった、なんていうことになってですね、売るときに今度大変になってしまうということもあります。ですので、マウントごとにも、シグマとかタムロンのレンズはですね、基本的にはその相場が違うということもよく理解しておくと、まあ、うまくですね、販売して利益を出すことができます。まあ、そもそも、まあ、こういうシグマレンズ私好きなんですけれども、まあ、相場に結構開きがあるというところでですね。で、北村さんなんかでもですね、結構安く仕入れられることもあるんですよね。うん、純正のものに比べると、まあ、比較的安いもの落ちてたりしやすいので、まあ、こういうレンズ、シグマ系とかタムロンとか、そういったレンズは意外と狙い目だったりします。まあ、単品で落札しても利益を上げやすいということですね。ただ気をつけてほしいのはマウントということで頭に入れておいていただきたいなと思います。まあ、ちょっと余談なんですけど、まあ、今月私、まあ、月末からですね、ちょっと海外旅行に行こうと思ってます。まあ、カメラ転売始めてですね、まあ、全然海外旅行行ってなかったんで、まあ、もともとすごい海外旅行大好きで、その時の仕事から結構アジア圏が多かったんですけれども、まあ、今回もですね、ちょっとゆかりのある場所に行ってこようかなと。で、カメラ転売を始めて、まあ、稼げるまではね、全然行けなかったんですけれども、まあ、ちょこちょこ、まあ、こうやってカメラ転売だけでなんとかね、食べていけるようになってきたのと、まあ、少しご褒美にということで、ちょっと今回は長期で行ってこようかなというふうに思ってます。まあ、結構平日なんかに出れるっていうことを考えると、やっぱり自由の利くこういうカメラ転売とかですね、まあ、うまくいけばですね、まあ、旅行にも行けるんだなと。平日ですね、まあ、皆さんが働いてる時に旅行に行って、旅費も安いですからね、まあ、そういうふうに自由にちょっと生活できるようになって、まあ、よかったなというふうに感じてます。まあ、今月はですね、本当にカメラ転売ほとんどやってないんですよね。もう前半、まあ、2週間ぐらいでですかね、仕入れザーッとやってしまってですね、ある程度もう、稼いでしまって、後半はほとんどですね、 YouTube の方に力を、今入れてますね。 YouTube で動画作ったりとかですね、まあ、カメラ転売のコンテンツを作ったりとか、そういうことに今はちょっと時間を使ってると。まあ、前半にですね、まあ、20-30万稼いで、まあ、後半ちょっと休むっていうのもなかなかいいもんだなというふうに今感じてるところです。まあ、それまでは結構キツキツでね、カメラ転売やったり他のビジネスに手を出したりと休みなく働いてたので、まあ、たまにはこういうふうにのんびりやっていくのもいいのかなということで、まあ、私も
今後の展望としてはカメラ転売はもう本当に、短時間にですね、稼いでしまって、残りの時間は他のビジネスに当てていくというふうに今考えてます。まあ、今まではですね、相当効率化を図って、なるべくですね、安く仕入れて本当に高く売るということにフォーカスして今までやってきたので、まあそれがちょっと実現しそうだなというふうな感触を得てます。なのでどん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 ですね、カメラ転売も本当にやり続けていけばですね、新しいやり方であったりとか、それまでではね、考えられなかったような、まあ、ノウハウが思いついたりとかですね、そういうふうにどん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 、楽に稼げるようになってきます。商品のラインナップを増やすこともそうですし、売り方を変えてみたりとか、あとは仕入れ方をちょっと工夫してみたりとか、いろんなやり方がありますので、まあ、やめちゃう方って本当にもったいないなというふうに思います。まあ、続けていけばですね、まあ、私の先生なんかもですね、本当に片手間でやって、月収100万とか稼いじゃってる、先生だったりするので、もう本当にそこに早く行きたいなと。カメラ1台売って5万とかね、もう当たり前にやっちゃってる方なんで、1ヶ月に20台売れば100万なわけですよね。まあ、そういう、まあ、高く売るというスキルをですね、どん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 身につけてですね、まあ、扱う単価もどんどん上げていって、まあ、カメラ転売は本当に半分ぐらいの力で最大の利益を上げるというふうにしていこうかなというふうに思っています。まあ、そんな感じでですね、まあ、今回はちょっと余談も挟みましたけれども、少しずつ私の方もカメラ転売に対して、まあ、さらに稼いでいくということでですね、カメラ転売に割く時間を減らしつつも、どん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 突き詰めていってですね、利益をなるべく落とさないようにしながら効率化していこうというふうに考えてます。まあ、今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。